今回の動画は3月11日に幕張メッセで開催されたダンクショーケースの2日目に参戦してまいりましたので、その現場レポをお届けしたいと思います。ダンク注目している方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。私ですね、ダンクショーケースなんと当日の朝に参戦することを決めまして急遽行ってまいりました。というのもですね、チケットが抽選の時に応募をしていたんですけれども、見事に外れましてってなって、まあいろんなファンダムの方がねいらっしゃるから難しいのかななんて思って諦めてたんですけれども、見切り席っていう席が出てるっていうのは私気づかなくて、はい、ちゃんとチェックしてればよかったんですけど、当日になってチケットあるじゃんっていうことに気づき、もう行かないと思ってたから仕事のスケジュールとかも入れちゃってたんですけど、もうどうにかこうにか仕事終わってからギリギリ間に合うなっていうのが分かったので、もう急遽行くことにしました。はい、行ってまいりました。この動画をご覧の方はいつもお茶会 TV をご覧になってくださっている方もいらっしゃるとは思うんですが、ダンクっていうことでもしかしたら別の界隈の方も見てくださっているかもしれないんですが、お茶会 TV は基本的にもう K-POP 好き、サババン好きのアラフォーのおばちゃんがやってるチャンネルになりますので、私は今回ルネとして参戦させていただきました。なので完全にこう他界隈のイベントに行ってきたという感覚でございます。 K-POP オタク、まあ、つまりはまあ NTEAM のファンルネがダンクショーケースに行った感想ということでお聞きいただけたらなと思います。はい、で私当日買ったので見切れ席ということで、見切れ席が一体何なのかもよくわからないまま、もうとにかくチケットあるならいいやって言って買って行ったんですけれども、勝手にステージサイド席か何かかなって思ってたんですよ。よくまあ K-POP のライブでもあるので。なんですけど、幕張メッセってもう本当にフラットじゃないですか。一切傾斜がないじゃないですか。で、まあ、それすっかり忘れてたんですけど、傾斜がない中で後ろの方の撮影機材とかがねあるところの後ろ側の席だったので、まあ、そういう意味でこう見えにくいよっていう見切れ席だったんですね。まあ当日買ったチケットなんでね、なかなかちょっと難しいかなと思いながらも行ったんですが、まあ、肉眼はもうほぼほぼ厳しかったですね。背が高い人だったら席でも肉眼で見えたと思うんですが、画面すらもちょっと遠いなっていう感じではありました。はい。まあでも、行けるだけでも私的には嬉しかったので、ものすごく楽しかったですね。いろいろ感想を語っていきたいと思うんですが、なんとオープニングアクトにね、YOSHIKI さんプロデュースの XY が出るっていうことだったんですけれども、私どうしてもちょっとね、その時間には間に合わず、ギリギリに行ったので、XY ちょっと見逃したんですよね。そう、見た方ぜひね、感想を知りたいなと思うんですが、見たかったですね。私普段 K-POP アイドルのライブはかなり行く方なんですが、もう入った瞬間、なんかもういつもの K-POP の現場と全然違う雰囲気だなっていうのをなんとなく感じました。まあアイドルのライブはみんなそうだと思うんですけど、だいたいまあペンライト持って、で、うちわ持って、いろんなね、こうボードとか持ってっていう感じじゃないですか。なんですけど、まあそういう感じじゃないので一切。なんとなく、バンドとかのライブに行った時と近い感じの雰囲気、このみんなグッズ T 着て、こうタオル首に巻いてみたいな。私結構長い間バンプオブチキンのファンやってたんですけど、そういうこうバンドのライブに行った時のお客さんの感じと近いなと思いました。だからもういつもとは全然違う感じで新鮮でしたね。多分会場の皆さんはもうほぼほぼベスティーさんだと思います。もしくは BMSG ファミリーのこうファンの方、日高社長のファンの方っていう感じだと思います。 LDH のファンの方もいらっしゃったとは思うんですけど、多分そこまでたくさんは来てないんじゃないかなっていう感じはしました。で、ルネさんもそんなにいっぱいは、まあ、もちろんいらっしゃいましたけど、大多数ではなかったですね。もう基本ベスティさんだったんだと思います。とにかく全く休憩がなくって、もうずっとぶっ通しで、もうお客さんもすごい踊るっていうイベントでしたね。はい、もうものすごく楽しかったです。で、出演者順に話していきたいと思うんですが、私基本的にルネなのでNTEAM中心にお話しするんですけれども、他のアーティストさんの感想もちょこちょこお話ししていきたいなと思います。で、NTEAMのコラボステージがありましたので、そのコラボステージのことはね、最後の方に語るので、ぜひぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。まあ、まずはね、スカイハイさんのオープニングでスタートしたんですけれども、もうその時点でもうノリが
私がいつも行ってる K-POP のライブとは全く違うぞっていう感じでしたね。おお、違う現場に来たぞっていうのをすぐに感じました。もうなんと NTEAM がトップバッターだったんですよね。もうびっくりしちゃいました。開演間に合って本当良かったなと思うんですけど、でまあセントオブユーでスタートしたんですが、衣装がブルーで統一されてて、いつもエンティームってこう色を統一しますよね。オフラインイベントとかの衣装でも必ずこう色を統一するのがいつもおしゃれだなと思うんですが、今回はブルーで統一してましたね。まあもうね、とにかくね、K ペンとしましては前髪がある K 君が本当にかっこよかった。もう映像でももう皆さんすでに見てらっしゃると思うんですが、遠くで見ても本当かっこよかったですね。でまあやっぱり、もうジョー君の髪型、気になっちゃって。ニューヘアが。なんかちょっと可愛いですね、あの髪型ね。で、ユニフォームみたいな衣装着てたんですよ、ジョー君が。だから余計にこう部活生っぽく見えちゃってね、若々しくていいですけどね。バズラブとメロディーだったんですけれども、メロディーに関しては振り付けをこうハルワくんが説明してくれて、教えてくれたんですが、もう全体としてもうダンスがメインのねイベントだと思うので、どのアーティストさんもこう一緒に踊るっていうターンがありました。はい。でNTEAMはメロディーだったんですが、私も一生懸命踊りましたね。普段はペンライトとか持ってるからあんまり動けないんですけど、まあ、今回は両手空いてたんで一生懸命踊りました。で、バズラブはね、しっかり生歌が聞こえましたね。TGC の時もそうだったと思うんですが、すごかったですね。で、周りは多分本当にベスティさんだと思うんですけれども、エンティームの時もすっごいあったかく応援してくれたんですよ。もうそれがめちゃくちゃ嬉しくって、あれルネさんなのかなって一瞬思うぐらい熱く応援してくれるけど、グッズとか見たら BE:FIRST って書いてあるから、あ、ベスティさんなんだって思うんですけど、すごいね、あったかく応援してくださいましたね。NTEAM学園とか、多分ダンクで共演してるのとか、こう見てくださってるんだと思うんですが、アンダーザスキンもよく声が聞こえましたね。で、私デビューショーケース行かせていただいたんですが、なんかね、その時ともう変わってましたね。なんか余裕と自信を感じたっていうか、もうライブもだいぶ経験積んできたと思うので、それが伝わるようなステージでしたね。まあ欲を言えば、早くもっとオリジナル曲が欲しいなーって思いましたね。まだ NTEAM って曲数が少ないじゃないですか。だからいろんなところに出た時にこう、まあ、披露する曲がね、限られていると思うので、もうしょうがないんですけど、それは。もっとね、曲欲しいなーなんて思いましたね。でもアウェーだったと思うんです、基本的に。アウェーでもよく頑張ったなって思いますね。で、私、NTEAM は生で見たことあったんですが、それ以外のアーティストさんは生で見るの初めてでしたね。はい、バレスティックボーイズさんも初めてですし、バレスティックボーイズさんは LDH さんですけど、LDH っぽくない、いい意味でなんですけど、新しい感じがしましたね。やっぱり LDH といえば EXILE さんのゴリゴリなイメージがあるじゃないですか。だけど、そのイメージとはまたちょっと違う。まあ、全員歌って踊るからかもしれないんですけど、でも K-POP 系とも違う。なんか新鮮な感じがしましたね。で、すごいライブ盛り上げるのが上手で、こう、タイとかでもね、活動されてるってことなので、こう、いろいろ、こう、場数踏んでるっていう感じがしましたね。曲数結構多く披露されてたんじゃないかなっていう気がします。NTEAMより多分曲数は多かったんじゃないかな。で、マナトくんとのコラボステージがもうすっごい盛り上がってましたよね。マナトくん出てきた瞬間のもう周りの反応がすごくて、もう、うわーっつってみんな急に、うわーって背伸びしだして全然見えなくなるっていう、やっぱり皆さんベスティさんなのねっていうのが、それでわかるっていう感じでしたね。で、シットキングスさんも私もちろん初めて拝見させていただいて、日高社長とのコラボがめちゃくちゃ良かったですね。曲好きですね、私。はい。で、あと、いろんなグループさんとのね、コラボステージもありましたが、そのステージもすごいかっこよかったですね。コラボのためだけに来てくださっている方たちもいて、コラボに来てる方たちの名前が多分画面に字幕で出てたんだと思うんですけど、私の背ではもう画面すら見えなくて、誰が一体出てくるんだっていうのがわからなかったんですね。後からこう紹介とかで知ったんですけれども、めちゃくちゃダンス上手いな、この人、と思って見てる人がいたんです、私が。そしたらその方はね、超特急の方でしたね。すごいですね。私超特急全然知らないんですけど、めちゃくちゃダンス上手かったですね。そして、もうなんといってもスカイハイさん。まあ、すごい。本当にね、カリスマ性とスター性がある方なんだなって改めて思いましたね。お一人ですけど、
全部持ってきますね。びっくりしました。なんか社長業のイメージが最近強くって、やっぱりこうね、 BE:FIRST のイメージで、あ、アーティストさんなんだなって改めて思いましたね。いやー、ちょっとね、圧倒されましたね。ソロでもあんなにゴリゴリ踊られるんですね。一番ね、ちょっと刺さったのは、ご自分のね、音楽を今日聴いてくれた人の人生を応援しますって言ってくれたんですよ。私、ライブ見に行って、あなたの人生を応援しますって言われたの初めてと思って。え、応援してくれるの？頑張るって思いましたね。いや、なんかね、喋る言葉がやっぱり素晴らしいですね。ラッパーさんだから、指摘っていうか、重みのある言葉をお話しされますよね。やっぱりね、かっこよかったです。To the First 歌われて、こう社長からのバトンタッチで BE:FIRST が出てくるっていうめちゃくちゃかっこいい演出でしたけれども、一応私、ベスティーと言えるほどはちょっとこう BE:FIRST に詳しくはないんですが、The First は見てたんですよ。はい。で、BE:FIRST が音楽番組出てる時は見たりするっていう感じなんですが、もう、とにかく BE:FIRST の人気がすごかったですね。BE:FIRST 出てきた時の会場の興奮、うわってなりましたね。もともと、画面も遠かったし、肉眼はほぼほぼ諦めないといけないような席だったのに、もうみんなが BE:FIRST の時は背伸びするので、さらに画面すらも見えなくなるっていうぐらいすごかったです、人気が。本当に。で、もう、画面もあんまりこう見えなくなっちゃったので、もうしょうがない。こう、もうとにかく、もう耳で楽しもうと思って歌聞いてたんですが、まあ、びっくりするぐらい歌がうまかったですね。みんな声量がすごい。それに一番びっくりしました。まあ、やっぱりね、ライブってこう見えないとちょっと、ああ、物足りないなーって思ったりするとは思うんですが、もう声だけ聞いてても楽しめるぐらいめちゃくちゃうまかったですね。で、ダンスももちろんうまいと思うんですが、もう見えなかったので、私はちょっと歌のインパクトがすごかったです。はい、ちょっと感激しましたね。で、まあみんなうまかったんですけど、マナト君の安定感が一番衝撃で、まあ生歌じゃないですか。だから、まあ多少こう声がかすれたりとか、音が微妙にずれたりとかあって当然だと思うんですけど、全く外さないですね、マナト君ってね。いやー、びっくりしました。で、ライブで見た方が BE:FIRST って魅力が伝わるんだなっていうのは、今回改めて感じましたね。歌番組とかのパフォーマンスも素晴らしいんですが、ライブ見た方がいいな。BE:FIRST はすごい思いましたね。ライブたくさんやられてるじゃないですか、BE:FIRST って。フェスもいっぱい出たりね。それがね、すごいステージに出てましたね。鳥にふさわしいステージだったなーって思いました。もちろん社長とのね、コラボステージもあって、で、まあ、なんといっても、ルネとしましては、エンティームとのコラボステージですよ。アンダーザスキンとシャイニングワンのコラボですね。エンティーム学園でも一緒に踊りましたが、よかった。ほんとね、エモかったですね。人数すごい多かったですけど、舞台上のね。シャイニングワンはやるかなと思ってたんですけど、アンダーザスキンやってくれると思わなくて、ちょっとね、感激しちゃいましたね。テンション上がりましたね。で、一番最後にダンスサイファーがあって、皆さん、こう、出演者の皆さん出てきて、撮影可能だったんですけれども、まあ、遠いので、私が撮った画像はもうちっちゃくて、雰囲気しか伝わらないっていう感じの画像になっております。最近撮影可能なね、時間帯って結構ありますけれども、難しいですよね。楽しみたいけど撮影もしたいっていう、撮影に集中すると、生で舞台があんまり見れないっていう、葛藤が、いつもありますよね。すごい盛り上がりました、ダンスサイファー。で、やっぱルネ的には、ニコラスがバリバリに踊ってた姿と、なんといってもタキがロッキンかましたのはもうしっかり見ました。何回もね、タキがね、出ようとしてやめて、なんかタイミングつかめず、何回か出たり入ったりしたんですよ。だけど最後行けっつって、出て、もう、ロッキンかますっていう、最高でしたね。もう、あれ見るために行ったんだな、私はっていうぐらいテンション上がりました。はい。もうね、まあ、基本的にアウェイでしたけれども、めちゃくちゃ、楽しかったですね。なんだろう、K-POP のライブに行くのとはまた全然違う楽しみ方があるなっていう感じでした。で、帰りね、電車に乗ったんですけど、私の周りがたまたまルネの皆さんで、3名のね、私より多分ちょっとね、年上の方だと思うんですが、3名のルネさんがすごいお話しされてて、めちゃくちゃ入りたかったですね。同じような感想が多くて、もう私もそう思いましたって言いたくなるような感じでしたけれども、なんかこう、K-POP 以外の界隈に行くのも
いいなって思いましたね。楽しかったです、すごく。うん、で、あのこれからね、多分 NTEAM ダンク番組の方にも出演していくと思うので、またまたいろんなコラボも期待したいなと思っております。これからも、まあ、お茶会 TV、 いろんなね、あの動画出していきますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。